ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こちらはトニー・ウェルドンです。ゴーストハントの第3回目の時間がやってまいりました。どうやら今回は、以前の2回を上回る収穫が期待できそうな雲行きです。私たちの準備はすっかり整っておりまして、あとは幽霊の出現を待つばかりになっております。今宵同行いただくのは、パリからお越しいただいたミニオン教授です。教授は世界的に名を知られた心霊現象研究の大家で、私は教授と一緒に仕事ができることを誇りに思っております。私たちは今、3階建ての中規模の常時徴用式の屋敷の中におります。場所はロンドン近郊です。私たちがこの屋敷を選ぶにあたっては、もちろん理由がありました。この屋敷には本当に恐ろしい来歴があるのです。記録によりますと、この屋敷が建てられた時から今まで、屋敷の中で、もしくは屋敷を出て自殺した人間の数は、なんと30人にも及ぶそうです。記録に残されていないものを入れれば、あるいはそれ以上になるかもしれません。1893年から数えると、8人の人間が自殺しています。この屋敷を建てて最初に住んだのは、ロンドンの富裕な商人で、極めて評判の悪い人物でした。退職家で大酒飲みで、他にも様々な悪引きを持ち、また夫としても最悪でありました。彼の妻は残虐な仕打ちと背信にできる限り耐えた挙句、2階の一番大きな寝室に接した化粧部屋で首を吊りました。それが恐ろしい連鎖反応の始まりでした。屋敷の中で、あるいは屋敷を出て自殺した、と私は言いました。なぜそんな風に言ったかと申しますと、ある者は銃で自分を撃ち、ある者は首をくくる一方、9人にも及ぶ人物が、実に奇妙なことをしているのです。彼らは夜ベッドから急に起き上がり、庭を100ヤードほど走って、川に身を投げました。最後の一人は、秋の明け方近い頃、そうやって庭を走るのを目撃されています。その人物は大変な速さで走りながら、まるで大勢で走っているかのように、誰かに向かって呼びかけていたそうです。この屋敷の持ち主は、ここには人が住みたがらないだろうと言いました。そして差配はもう、台帳にこの屋敷を載せていないとも言っています。家主は、この屋敷に住むつもりはないそうです。その理由は山ほどある。家主は私たちにそう言いました。その理由がいかなるものか、彼は私たちには語りませんでした。家主は私たちがいわば巨神にこの屋敷に臨むことを希望しているようです。またこうも言っております。もし教授の判断が芳しいものでなかったら、自分は屋敷を取り壊して新しく建て直すと。言うまでもないと思いますが、この屋敷は度重なる不幸のために、デストラップのレッテルを貼られているのです。さて、これだけ説明すれば十分でしょう。この屋敷は探索する価値が大いにあると私は確信しています。しかしそうは言っても、何らかの現象、あるいは幽霊について報告できると保証することはできません。どうもそうしたものには、この種のことが試みられる日はお休みを取るという厄介な癖があるようなのです。さて、では本題に入りましょう。私は今、サテンウッドの上等なテーブルの前に座っております。テーブルは1階の広い居間の真ん中を少し外れたところに置かれています。他の家具はみんな白いカバーに覆われています。壁は明るい色の樫材です。屋敷の電気はずっと止められています。ですから、私はあまり明るいとは言えない懐中電灯をそばに置いて、こうして話しているわけです。教授が屋敷を探索する間、私はマイクロフォンと共にこの場に留まるつもりです。教授は気が散るので、マイクロフォンは持ちません。自ら言うところによれば、この種の調査を行うとき、教授はいつも独り言を言う癖があるのだそうです。しかし、何か報告すべきことを発見したら、すぐに戻ってくることになっています。いや、今宵は期待できそうですな。
それでは、教授が調査を始める前に、皆さんにご挨拶をしたいと言っておられます。ミニオン教授の英語は、私などのそれよりもずっと立派であると申し添えておきましょう。では、教授、どうぞ。聴取者の皆さん、私がミニオンです。この屋敷は何と言っていいか。そう、疑いなくここは横島なものを受胎している。それは人間に信心なる影響を及ぼします。実にこれは大変なものです。大変なものです。この屋敷は横島なもののうちにどっぷりと浸っている。忌まわしい過去からの投射もまた凄まじい限りだ。この屋敷は取り壊さなければなりません。私は確信を持って断言します。しかし、この力が私の友人ウェルドン君に何か影響を与えるとは思いません。少なくとも私に及ぼしているようには。彼は霊能者ではないし、私のように霊的な力を持っているわけでもないですから。さて、我々は果たして幽霊や霊魂といったものを見ることができるでしょうか。残念ながら、それについては何とも申せません。だが、それはここにいるし、それに相当邪悪でもあります。それは確かです。私はそれらの存在を感じることができます。そしてここには危険があります。私はすぐそれを知ることになるでしょう。では、懐中電灯で足元を照らしながら調査を始めることにいたします。すぐに戻ってきて、皆さんに何を見たか報告いたしましょう。何もなくとも、とりあえずは戻ってくるつもりです。それでも、おそらく私は感化され、苦痛を感じていると思いますが。とはいえ、どうか忘れないでください。我々は深みにいる霊に向かって呼びかけることができる。しかし果たして、魂の方は求めに応じて姿を現すでしょうか。いずれにせよ、それはすぐに知れることでしょう。聴取者の皆さん、この調査を成功させることができる人物がいるとすれば、まさしくそれはミニオン教授であります。教授の簡潔な言葉は、私のくだくだしい話より、はるかに深い印象を与えたことと思います。ただいまのお話は、まさしく自分の専門について語る専門家のそれでした。しかしながら、個人的なことを申しますならば、このひっそりとした広間に座っていると、教授のおっしゃったことは、あまり耳に心地よいものとは申せませんでしたな。いや、実際そうなのです。教授はこの場所は、私には影響を与えないとおっしゃいましたが、それはやや実態と違うようです。この場所はどうも心を躍る場所とは言えません。皆さんにもそれはわかると思います。私は無論霊能者ではありません。けれども私は確かにこの屋敷が私たちにいてほしくないと思っていること、また怒っていることを感じています。そうして私たちを追い払うか、または、何らかの手段を取りたいと思っていることも感じます。玄関から入ったとき、私はすぐにそのことに気づきました。敵意のある視線の中を歩くような、そんな感じでした。私は冗談を言っているわけではありません。また、皆さんの期待をいたずらに盛り上げようというつもりでもありません。いや、ここは実に静かです。ラジオをお聞きの皆さん、私は今、部屋の中をあちらこちらと見回しております。懐中電灯の光はいくつか奇妙な影を作り出しています。ドアの脇の壁にも一つそんなのがあります。けれども、あれはアダム様式の大きな本棚の影だと私は実は思っております。なぜかと申しますと、私は入ってきてすぐに、尻よけカバーを少しめくってみたからです。非常に立派な本棚ですな、あれは。しかし、私がこうして喋っているのを皆さんが聞いていると考えると奇妙な感じがします。あなた方に堂々していただければよかったんですな。
家主は壁の中で走り回るネズミの音が聞こえるだろうと言っていました。そう、確かに聞こえます。音から判断すると、どうも恐ろしく大きなネズミのようだ。マイクを通して聞こえるんじゃないかな。多分聞こえると思いますが。他に何が見えるか言うべきでしょうな。しかし残念ながら、他にはほとんど言うべきことはありません。まあ、部屋の中にコウモリが一匹いることくらいです。変わったことといえば。察するところ、あれは鳥ではなく、やはりコウモリでしょうね。いや、姿を見たわけではありません。ちょうど今も見えましたが、そいつが飛ぶと壁に影が映るのです。顔のすぐ前を飛んだので、風が顔に来ました。コウモリのことを多く知っているわけではないですが、私はコウモリというものは冬眠するものだと思っていました。もしかしたらこいつは不眠症に苦しんでいるのかもしれませんね。ああ、またコウモリです。今度は顔に触っていきました。おや、上の部屋で教授が歩き回る音が聞こえます。しかしこの音は皆さんの耳までは届かないかもしれませんな。では、少し耳を澄ましてみてください。皆さん、今の音が聞こえましたか？教授は椅子か何かを倒したに違いありません。音からすると、随分重い椅子のようだ。教授は果たして何か見つけたでしょうか？ああ、またコウモリだ。どうもこいつは私のことが気に入ったようです。私の前を飛ぶときは、いつも羽で顔を触ってきます。しかし、いささか匂うものですな、コウモリというものは。思うに、あまり体を洗ったりはしないのでしょう。この部屋にいる一匹は腐ったような匂いがします。ああ、どうやら、教授は何かを倒したらしいです。なぜかというと、天井に小さなシミができたからです。多分、花瓶でも倒したのでしょう。おや、皆さん、今のピシリという音が聞こえましたか？おそらく聞こえたと思います。どうやら樫材が乾燥して死んだ音のようです。しかし、こんな静かな部屋で聞くと随分と大きな音に聞こえるものです。おや、何かが今私の靴の上をかけていきました。多分ネズミでしょう。私はネズミが大嫌いです。もちろん大概の人はそうでしょうが。天井のシミは随分大きくなりました。ドアを開けて教授に大丈夫かどうか聞いた方が良さそうですね。皆さんの耳に私の叫ぶ声と、それに応えるミニオン教授の声が届くと思います。では、失礼して。教授！教授！返事がありませんな。教授は、少し耳が遠いようです。しかしまあ大丈夫でしょう。調査をしている時の教授は気持ちを乱されるのが嫌いということなので、もう一度呼ぶことは差し控えます。1、2分座って待つことにいたしましょう。聴者の皆さんが退屈なさっていないかと、私は少々気をもんでおります。私は退屈などしていません。いや、それどころか。おや、教授が咳をしていますね。あの咳の音が聞こえますか、皆さん。ずいぶん小さくしゃがれた咳ではありませんか。なんだかまるで。もしかしたら教授はこっそりと2階から降りてきて、私を驚かそうとしているのかもしれません。いや、皆さん、どうもこの屋敷は私の神経に少しばかり影響を与えているようです。まあ、ほんの少しですが。こんなところに住みたいとは思いません。全く大きすぎる。あっちへ行け、この汚いコウモリめ。まったくなんて匂いだ。皆さん、少し耳を澄ましてください。ネズミの動き回る音が聞こえますか？あの音から察すると、ラグビーでもやっているんでしょうか？皆さんの耳にも聞こえるでしょうか？しかし、この屋敷から出られたら嬉しいでしょうな。私はこの屋敷で自殺した人たちのことが簡単に想像できます。みんな自分に向かってこんなことを言っていたのでしょう。結局、
改めて考えてみると、生きることなんて大したことじゃない。そうじゃないか？働いて、あれこれと気を使って、年取って友達が死んでゆくのを見て、ああ、もうたくさんだ。川に飛び込んで、きれいさっぱり型をつけちまおう。いやはや、どうも私は気がめいっているようです。まったく、この役体もない屋敷のせいですな。前の二軒の屋敷には、全く何も感じなかったのに。この屋敷にはどうも調子が狂うというか、教授は咳をする以外に何かしているのでしょうか。どうしてあんな咳をするのか私には全くわかりません。なぜかというと、あっち行けこいつめ。なんで俺のそんなに苦しめるんだ。こんちくしょうめ。こんちくしょうめ。皆さん、話しかけられる相手がいて私は嬉しく思います。しかし皆さんが答えてくださればもっといいのですが。私は自分の声を聞くのにうんざりし始めています。長いこと部屋で一人で喋り続けたら、誰でも想像力過多になるものです。皆さんはそんな経験がありませんか？誰かが返事をしたような気になったことが。ほらほら、ああ、多分聞こえなかったでしょうね。ほらほらとは言いましたが、もちろん本当に聞こえたわけではないのです。私の頭の中で聞こえたんですから、そんな気がしただけです。誰か何か言ったのです。誰か何か言ったのです。全く変ですね。笑ったのは私です、もちろん。私はもちろんと言ってばかりですね。もちろん私は言っていますよ。さて、皆さん。私は皆さんを退屈させているのではととても心配しています。私はそうじゃないんですがね。私はそうじゃないんですよ。今までのところ、幽霊はまだ姿を現していません。教授に運が向かない限りは無理かもしれません。ほらほら、皆さんの耳にも届いたでしょう。仮死罪というものは全く大きな音を立てるものです。きっと皆さんも耳にしたことでしょう。何もないよりはマシですな。ははは、教授、教授、うわぁ、なんて小玉だ。さて、ラジオを聞きの皆さん、私は少しの間だけおしゃべりをやめようと思っています。皆さんもきっと気を悪くなさらないと思います。何が聞こえるか、一緒に耳を澄ましてみましょう。あの音が聞こえましたか？正確に何の音か私にはわかりません。正確には。皆さんの耳にも届いたでしょうか？確信はありませんが、屋敷全体が少し揺れて窓が鳴ったような気がします。でも、もう一回あんなことがあるとは思えません。話を続けましょう。人はこの屋敷の雰囲気にどのくらい長い間耐えられるものでしょうか？ここは間違いなく神経を参らせるところです。おや、シミがまた大きくなってきた。先ほどの天井のシミです。今にも滴ってきそうだ。だいぶ膨らんでいます。まもなく滴り始めるでしょう。無色じゃありませんな、どうやらあれは。教授は大丈夫でしょうか？何が大丈夫かというと、もしかして神子の支度用の小部屋か何かに迷い込んで、出られなくなったのではないかと思ったのです。この屋敷には、やけにそういう部屋が多いですからね。まあ、そんなことは皆さんが知るはずのないことですが。おや、私は皆さんに影が動いたと申し上げなくてはなりません。ああ、いや、どうもそれは勘違いかな。電灯の位置を少しずらしてしまったのかもしれない。影は奇妙な模様になっています。皆さんもこれを見るときっとそう思うでしょう。一つは手足を広げてうつ伏せに倒れている死体を連想させる。まったく大した連想するもんですな、私は。実は、おばがガス自殺をしましたね。おや、どうしてこんなこと言っているんだろう。台本に載っていないのに。教授！教授！あの、ちじれひげのじじいは一体どこへ行ったんだ。私は家主に、
この屋敷を取り壊すよう忠告するつもりです。断固としてそう忠告します。そしたら、みんなどこへ行くのだろう。もう少し経ったら、私は2階に上がって、教授がどうしているか様子を見なければなりません。そう、おばさんのことを話していたんだった。わかりますか、皆さん。まだこの屋敷にいなきゃならないとしたら、私は完全に気が変になってしまうでしょう。本当にそうです。間違いなく、それもすぐにです。あっという間に。間違いありません。ここは人を消耗させる。そうです。ここは人を消耗させる。私はそれをよく理解しています。二度は言いません。皆さんを退屈させているのではないかと心配です。もし私が皆さんだったら、ラジオのスイッチを切ってしまいます。切りますよ、私は。他にどんな番組があるんだろう。本当にそう思っているんです。スイッチを切れたら、おや、皆さん、雫が落ち始めました。ポツ、ポツ、ポツ、ポツ。一つ手で受けてみます。うわぁ！教授！教授！教授！今、階段を上がっております。教授はどの部屋にいるのでしょうか？左でしょうか？右でしょうか？左でしょうか？右でしょうか？左だな、きっと。入ってみましょう。いや、これは皆さん、こんばんは。あなた方は教授をどうしちゃったんですか？教授が死んだことは知っていますよ。手についた血は教授のですが、見えますか？教授をどうしちゃったんですか？ちょっと場所を開けてください、皆さん。失礼。教授をどうしちゃったんですか？おや、私に歌ってほしいんですか？ラーラララ。スイッチを切れたら、クセ野郎。こりゃしかし、なんとも傑作じゃないですか。私は今笑っていますね、皆さん。ああ、これは教授であるはずがない。教授の髭は赤くなかった。あまりくっつかないでくれよ。くっつくなって言ってるだろう。一体、俺に何をさせたいんだ。川へ行かせたいんだろう。そうじゃないのか。今すぐかい。君たちも一緒に来るかい。だったら来いよ。川へ行こう。さあ、川へ行こう。